松本くん、はい、反省の時間です。はい、はい、週刊フレーバーを見ていただいて、ありがとうございます。反省会です。反省会の前にですね、一個言わなきゃいけないのが、マイクがですね、どうも先週トラブりまして、で今日もまた別のマイクでやってて、ちょっとこう集音の関係でね、今日のこのポジションでやることになります。僕は全然どういう風に映ってるか分かりません。はい、まあ反省会の方はですね、今日は北安人さんに来てもらってですね、まあ、北安人さんが来たということならばということで、たまたま話題に上がったツイッターで北安人さんが出てた模式図を、湯通しの模式図をですね、解説していただきました。まあ、あれでね、疑問が解決した方、あと、分からないものがさらに、疑問が深まってしまった方、いろいろいるんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、その疑問はですね、これからの週刊フレーバーを見ていただければ、少しずつ、雪解けしていく、溶けていくんじゃない、氷解していくんじゃないかなというふうに、溶解していくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、これからもですね、週刊フレーバーの方、お付き合いをよろしくお願いしたいというふうに思います。基本的に北安人さんがほとんど解説してくれた中なので、まあ反省というか、まあ僕らは今回特に僕に関しては何もせず、まあコメントをね、拾ってっていう流れだけだったので、まあ特に、これといって反省することはありませんが、ただそうですね、ああいう、まあ番組の中でも言いましたけど、ああいう感じのこうちょっとこうなんだろうな、コーヒーにあるあるじゃないけど、そのコーヒー全般のことをっていうふうにちょっとテーマを広げてですね、やってみる時があってもまあ面白いんじゃないかなっていうのはまあ思いました。まあもちろんそこは振り幅をね、大きくするために、北安人さんみたいにこう深くしてる方、中川さんみたいにこうね、実践経験のあるプロの方で、まあ僕みたいにこう全然違う話題に触れるとか、まあそういうのがですね、まあ寄り添ってより集まって、やれればいいんじゃないかなと思うんで、まあこれからどれぐらい感覚が空くか分かりませんけど、そういう回もねやっていきたいし、あともうちょっとこうなんだろうな、しっかりとしたやつもやっぱり毎回言いますけどね、毎回言うってことは毎回できてないかもしれないんですけども、ちゃんとした、ピシッとやっていきたいなというふうに、思います。あと前言ってた決して忘れてはないですよ。こう前半後半ね分けて真ん中にこう CM 入れてとか、半分半分に切ってとか決して忘れてるわけではなくて、たまたま今のところのですね、こうテーマの流れがなかなか切るところが見つからないのでですね、そのまんまざっと流れてますけど、もちろんですね、こうやれる時にビシッと一回やってみて時間も計ってですね、ちゃんと見てやっていきたいなというふうに思います。とりあえず今日はこんなところでしょうかね。まあ、本当はゲストが来てやっていただけると本当助かるんでね、あんまりギャスの分反省がないという形になってしまいますけど、また、来週のね週刊フレーバーも、よろしくお願いしたいと思います。以上です。